員回収しました。オッケー、撤収。ヘリが安全区域に出るまでまだまだ気を緩めないで。こっちは終わったよ。そっちどう？終了だが、ユフィ、魔鋼キャノンの方を見てくれ。そこはもうとっくに。あれ？やはりな。待って待って、おかしいって。そんなはずない。この状況であそこに人がいるはずないよ。ユフィ、先にクラウドたちのところへ戻れ。私はまだやることがありそうだ。ちょっとインセント、なんかヤバそうだよ。戻ってきてよ。また会えた、ブクレツヤ。ごめんなさい。なぜ謝るのは私だ。彼らの行方は未だ分かりません。当番組スタッフがミッドガルで消息を絶ち、3週間が経ちました。一体何が起こったのか、本日は彼らが最後に送信してきた映像をご覧ください。3年間開かれなかった扉、それが今開かれようとしています。ここは今まで記録にいなかった場所、シンナビル地下深くにある謎の施設です。先ほど手に入れた情報によりますと、ここに数万人の人間が移送された形跡があり、シンナが人体実験を行っていたという噂の原点といったことも考えられます。今回この調査にあたり、当テレビ局スタッフとボランティア団体による。あれは何でしょう。なんだよあれ。
と行け。早くしろ。人の命が星に帰るように、星は空へと帰る。形あるものにはいつしか終わりが訪れる。星もその例外ではない。星はその命が尽きる前、清き命の流れ、ライフストリームを一つにする。それがオメガ、そのためのオメガ、全ての命を集める究極の生命。そして命を集めしオメガは、終わりを始まりへと導くため、星の海へと飛び去る。オメガは命を空へと返すための運ぶ。そして全ての命がなくなった星は、やがて静かに死を迎え、見えてきた。
第二次降下準備。して返してやるぜ。これを
って。ヴィンセント。殿下。やったー、間に合いましたか。いつから私はこんなおせっかいになったんでしょうね。あとは任せました。オメガが飛ぶ。これでは。
沙汰を What else can I do? This is avenge you 涙が枯れるまでずっと見つめていた溢れる悲しみは消せない傷跡に忘れはしないと誓った折れた翼を羽ばたかせ全てを消してみせよういつも飛行震える指で赤い涙をなぞった儚い思い出が闇に落ちてゆく最後の微笑が浮かんでは消えるぬくもりだけを残して優しいだけの言葉なら今の僕は癒せない果てしなく続く戦いに好みを全て捧げるだけ ームは星へ帰り、命は今まで通り循環しています。私は少々戸惑いながらも過ぎ去った10年を埋めてゆくことを始めました。かけがえのないものを知ったから、一人じゃないって知ったから、前より少しだけ強くなれた気がします。連絡あった？うん、でも見つからないって。そっか、まったく世話かかるな。ヴィンセント、覚えていますか？
あなたと最後に語り合ったこと覚えていますか？その時にした約束を伝えてください。あなたの思いを彼女に。届くかわからない便りを書くなんて私らしくないかもですね。でも届くと信じてみます。きっと。ルクレツィア、もう大丈夫だ。オメガとカオスは再び星に帰った。それとありがとう。私はまだ生きている。みんなが待ちくたびれていますよ。なぜ私が呼びに行かされてるのでしょう。まあどうでもいいですけど。眠りにつくのはまだ早い。共に終焉を奏でよう。弟よ。